エレビアンナイ、エレビアンディ、魂の解けそうな物語ということで、ジャファーですね、続いてね。いやー、僕のね、好きな作品の中のね、第1位はやっぱアラジンなんですよね。で、アラジンも、あれ実写もめちゃくちゃ良かったですよね。ただもうね、なんかアニメ版と比べてジャファーの野望がでかすぎて、隣国と戦争でしたっけね、もうあそこまで行ったら、なんかもう、これ確かにアニメ版のディズニーじゃ出せないくらい強大な、広大な野望だなーと思って、あれはやっぱ実写ならではの作品の作り方っていうのすげえ面白いなと思いましたけどね。あと意外にね、ウィル・スミスさんのエル・レビア・ナイの言い方がかっけえっていう、その記憶がすごくありましたもんね。あとアラジンの役を演じている人が、イケメン。あとナオミ・スコットさんね、ジャスミン役の人ね。あの人ね、スピーチレス。あれもかっこよかったっすよね。さんもね、知らない間にね、YouTube でさりげなく聞いてたりしたんですよね。私この曲好きやねんとかって言ってね、あ、俺もわかるって言うんだけどね、一緒に聴いてくれなくてね、一人でね、スススって聴いてたからね、あーいいなーと思って思って、その後にね、スススって聴いてたんですけど、スススって聴くって何一人で何喋ってんのよな、これもね、スマホの画面を見ながらね、指をこちょ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 動かしながらね、一人でベラベラ喋ってたらね、もう。で、しかもね、これ何回目 何プレイ目なんだろうね、10プレイ目とかですかね。あ、でも確かにジャガーも、これ、スキルが育っていけば、これ多分 S サイズとかで、で、これ二十何個とかで消えていく、消してってくれてるんで、すごいね、多分育ててたらだいぶいい積みになると思うんですけどね。わー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 、そんな消え方あるわー。あー、地味な点数でしたね。200万円 ?200 万ちょっとって感じでしたね。はい、ということで、頑張りました。あと4回スキル使ったらコインももらえるし、7周年記念引き続き頑張っていきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。